時間ピンク生活。ついに私もこの時がやってきました。24時間ピンクで生活しています、 YouTuber。 はい、ということで24時間生活をしていくわけなんですけれども、24時間の中でいろんなルールを立てて過ごしていきますよっていう企画なんですね。そちらに私の編集部隊のスタッフのさちゃんがいらっしゃいますので、ルール説明の方をしていただこうと思います。お願いします。お願いします。はい、まずこのサイコロを3時間に1回振ってもらいます。はい、わかりました。そのサイコロの出た目によって何か違うことをしないといけないみたいな、そういう感じですか？はい、そうです。サイコロの1が出た場合、はい、ピンクの食べ物を食べなければならない、うん、ピンク以外食べたらどうなりますか？死にます。わかりました。じゃあ2が出たら何になりますか？2が出たらピンク以外の場所に行ける、うん。おー、なるほど。ちなみに私はピンクの画角にピンクの服を着ているんですけど、ここにいればいいってことですか？ここにいたら何をしてもいいって感じですか？基本的にその椅子から動かないでいただきたい。これに24時間座ってろと。はい、生きてられない。わかりました。ここに24時間座ってるということですね。で、2が出たらここ以外の場所に行けるってこと。ってことは寝てもいい、ベッドルーム行っても OK。 OK、 2が当たりってことですね。じゃあ3が出たら何ですか？3はピンクのドリンクを飲まなければならない。喉が渇いてなくても、次のサイコロの3時間飲み放題。そうですね、うん、なるほど。で、次が4。こちらは何もなし、椅子に何もなしで座り続けて。じゃあ一番引いちゃダメな数字ですね。じゃあ5は、こちらは3時間携帯とパソコンを没収。なるほど。ちなみに携帯、パソコンとかゲーム機はこの上で触っても OK なんです？基本的には OK。 あ、なるほど。それが全没収されるっていうことですか？はい。結構きつい。携帯依存症っていうんですか、私もそういう類でして、ちょっときついですね、これは。じゃあ最後6。一つだけピンク以外の好きなものが食べれる。おー、これはありがたい。これ引きたいな。ただいまの時刻がちなみに5時22分なので、5時25分ぐらいから明日の5時25分まで24時間生活がスタートするということですね。じゃあ頑張って24時間生活スタートします。座りまーす。ドーン、スタート。どうしよう、私囚われの身になってしまったわ。何したらいいの、ほんまに。こんな椅子の上からさ、あなたは立てませんよって言われたこと人生で一回もなかったから、もう普通に過ごせたらいいのよね。はい、じゃあ歌の練習でもしてていい？そうですね。どうしよう、マリン。ねえ、言ったよね、年齢なんて関係ないってさ。そういうめんどくさいのも含めて愛してくれるって。ねえ、ねえ、当たってません。ついちゃいました。1時間経ちましたか。今編集とかなんかいろいろ動画見たりとかしてたんですけど、今んとこ余裕ですね。強いて言うならばお腹が空いた。私いつも6時ぐらいに夜ご飯食べるんですね。それが今回は8時20分頃ということで、それだけが心配なんですけどね。8時20分に夜ご飯食べることなんてめったにないですから、それ以外のところは特に今んとこないです。いけそう、いけそう。これさ、まだ私しんどくないので出させてもらってないんですけど、足元出せるんよ、この椅子。足がこんな感じに足が伸ばせれるんですよね、こうと。なんとこれリクライニングもできるんですよ、こう倒せるんです。空中ベッド、それも OK。 まあ OK、 うん、椅子っちゃ椅子やもんね。え、マジで余裕やわ、それやったら。え、うちさ、お腹空いてるって言ってんのにさ、サイコロでさ、え、ちょっと待って、今さ、衝撃な事実ひらめいてしまった。8時20分に夜ご飯食べることなんてめったにないですから、サイコロで目出さな食べれへんってことやったんです。そうです。うわ、めっちゃ食べる気でいた、8時20分に。うん、これドリンクとか当たったらマジでいらな。それを踏まえてもちょっときつい。でもモンスターペア
ってなりそう。うちは子供がさ学校とかいじめられたらまず行くと思う。行くよな。経過したっていうことですね。じゃあ途中寝たりとかしたんですけど、なんかぐっすりは寝れないし、あとなんか寒かった。ちょっと次はあの防寒具を用意して挑もうと思うんですけど、最後のタイムですね。私がねやっているのは断然6です。6か、まあもう正直食べれたら何でもいいかなって思ってます。あの4だけは引きたくない、本当に。はい、とりあえず詰め込みますに振っていきたいと思います。いきますね。はっ、これは1ですか？1です。ピンクの食べ物を食べなければなりません。いやでも食べ物なんだったらいいわ。ありがとうございます。ピンクの食べ物、ちなみに何があるのかっていうところなんですけれども、私のお家にはピンクのお菓子っていうものがたくさんあるんですね。なんで3時間お菓子には困ることはないかなと思うんですけど、あの私なんせ腹が減ってます。腹が減っておりますので、ありったけのピンクお願いします。お待たせしました。ありがとうございます。スーパーのピンクのものすべてですか？はい、来ました。ありがとうございます。じゃあちょっと紹介していきたいと思います。じゃあまずソーセージ、モナカ、これだけ食えと。そうです。あ、他は私が食べます。あ、甘エビちゃん、これお醤油つけても茶色なのでダメです。サーモン大好き。これもちなみに醤油はなしで。あ、なし。いかれてる。こちら半額の細巻きセット。こちらはちなみに他のキュウリとかは？そうですね、ピンクのものだけ。あ、この真ん中のおしんこ。そうですね、ご飯は白なのでちょっと画面を中だけほじくれと。はい、これと漬物、紅生姜です。ソーセージ、かまぼこ、スッパムーチョ、コアラのマンチ、いましたら新生姜、たらこパスタ、生ハム、ラムネ、しそにんにく、いちごミルク、ウイロウ、アンパンマンのペロペロキャンディー、さくらんぼ、あともっちゃん団子、さくら餅、黒ですけど。黒なんですけど、食紅でピンクにしてしまおうかな。ちなみにこれ罰ゲームとかじゃなく、じゃあ今から買ってきたものを食べていこうと思います。じゃあ麺を今調理していただいてるので、その間に何か食べていこうと思います。あ、嬉しい、やっと夜ご飯です。これ食べよっか、このサーモン。いただきます。このままかじりついちゃいたいと思います。じゃあちょっといただきます。生臭い。じゃあ次はこのおとみさんのお漬物紅生姜を食べてみたいと思います。なんかさ、うちこういう結構渋いお漬物系大好きなんだよね。でもこういうしそ系は食べたことなくて、ちょっとどうなのかわからないですけど、見て、なんかこうちょっとボッキ。あ、ごめんなさい。いただきます。匂いは結構スパイシー。味かわからないんだけれども、叫び声を上げたくなるお味でした。ありがとうございます。じゃあ次はこのフィッシュソーセージをいただこうと思います。ね、今のところさ全然お腹にたまんない。はい、出てきました。ぷっくりピンクのおソーセージでーす。わー、ソーセージパーティー。いただきます。あんまりこういうの私食べないんですけど、なんか美味しいですね、食べたら。マヨネーズつけたい。これもいただきます。超懐かしい、久しぶりに食べるんやけど。いただきます。子供の頃思い出す。お待たせしました。わーい、嬉しい。うわー、めっちゃ美味しそう。
すぎる。じゃあいただきます。これさ、ブルダックいい感じになんか赤とピンクと可愛い色になった。マジよだれ出てきた。うん、パスタ。うん、おいしいんだけど、めっちゃ辛い。ちょっとここに漬物みたいなの入れようよ。これどう？今井さんの新生姜。新生姜いただきます。うん、結構消されるかも。いいぞいいぞ。いただきます。醤油のついてない甘エビ、生まれて初めてです。いただきます。味覚障害起きてる。全然味がわからない。あ、ちょっと味してきた。甘エビって本当に甘いエビだね。眠い。体の不調はですね、明日雨だろうということで片頭痛が湧き起こってるんですけれども、床に寝りたい。え、この生活に疲れてきましたね。もうそこでサイコロターン。きた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 。あー、本当にこれにかかってる。うちの人生、うちが狙ってるのは2です。2、お願いします。いきます。5番です。5って何やったっけ。5番は3時間携帯パソコン没収です。じゃあこれは没収でございます。ティちゃん、はい、7時間が経過しました。どうですか。あの電子機器というものに触れずに、私はこのお本を読んでおりましたので、ちょっと頭が良くなった気持ちです。あの、もうこれしかやることないよね。あの、まあ永遠に1時間ぐらい喋ってたんですけど、一人やったらマジで何するって感じかも。友達がいてくれたから1時間今のところ苦痛ではなかったですね。眠さもさっきまで結構眠かったんやけど、ちょっとどっか行きましたね。あの、まあ、強いて言うならば今つけまつげつけてるんですけど、それ外したい。なんか次のサイコロで2を出してお風呂に入る、これが私の夢です。はい、携帯を没収されてから約2時間ぐらいが経とうとしてるんですけれども、たびたびあの、なんかこの脳みそがバグっちゃって、ふとした拍子に携帯を、あれあれ携帯って探しちゃう現象が。あと、よくやってるのが壁にあるおパンチをただ眺めるみたいな。だからおパンチのおかげで意外と私の精神状態は保っていられています。あんたたちは優秀だね。私がどんな辛い時でも支えてくれるんだね。ありがとうパンチュ。コティちゃん、はい、携帯没収から3時間が経ちました。あー、よく頑張った。本当に辛い。携帯がない世の中、ひたすらに今も壁を眺めてました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ではサイコロターン。イエーイ。もうこの3時間に1回が楽しみだよ。いきます、お願い。2、どこだ、ここで。いきます、お願いします。無理。
はい、ただいま10時間目でございます。編集とかちょっともろもろ仕事をしてたんですけれども、ちょっと眠いです。なので一旦次のサイコロの時間までちょっとだけ仮眠しようかなって思います。寝れるかな。あのね、もう外明るいんですよ。一睡もできてないですね、今のところ。目はギンギンに冴えてる。次サイコロなんですが、はい、何番出したいですか？2でしょ。とりあえずもう2が出ることを願って私は放り投げたいと思います。いきます。良いです。これちなみにお風呂とか入っても OK です。もうね、カラコンが本当にしんどかった。もう嬉しい。お風呂入る、行ってきます。そして次のサイコロまで寝ますので、決して私を起こさないでください。お願いします。おやすみ。チャンネル登録知ってね。はい、ただいまお風呂上がりまして、時刻は6時31分になります。何時間寝れるんやろ。あと約2時間。あ、ありがたい。じゃあちょっと今から2時間ほど仮眠を取ろうと思います。嬉しい。なんかさ、やっと真横になれる人生。幸せが経ちました。起きてください。サイコロタイムです。24時間生活が始まって15時間経ちましたので、そのサイコロを振って16時間目開始という感じでございますので、じゃあ5回目のサイコロ振ります。1番でーす。ピンクの食べ物を食べなければならない。いらない。失礼します。はい、ホッティちゃん、ピンクの食べ物は食べましたか？ No、 寝てました。まあ、絶対食べないといけないってことでもないですよね。あの、絶対食べてほしいんですよ。サイコロの時間なんですけど、ちょっと一つどれでもいいので、食べてもらってもいいですか？なるほど、わかりました。そうだな。じゃあ、いちごミルクこちらいただきたいと思います。ではサイコロタイムですか。これで6回目ぐらいか。まあ、もう終盤ということで回していきたいと思います。でも私の狙いは2でございます。お腹も空いてなければ喉も渇いてない、2が1番狙い目ということでいきますね。レッツゴー。 3?3 はピンクのドリンクを飲まなければなりません。
言わないよ。絶対飲まないといけないんですよね。はい。チャンネル登録してね。お待たせしました。ありがとうございます。こちら用意させていただきました。わー、おいしそう。バカ、誰がさ、こんな昼間からどうせ飲むんだよ。ほろ酔い、ピンクだけれども干してはないです。モンスターピンク、炭酸嫌いです。いちご、これオレかな。肝心な商品名のところに 20% 引きみたいななんか貼ってあって、これは美味しそう。あ、これも美味しそう。豆乳のいちごと、いちごオーレ、ストロベリーオレ、はい、こちらのドリンクたちを3時間飲み放題ということですね。はい、そうでございます。ありがたいです。飲ませていただきます。はい、約残り5時間になりました。目も覚めたので編集をしたり、もろもろ溜まってる仕事をしていこうと思います。ドリンクもちゃんと飲んでます。お酒は無理。ですね、最後のサイコロチャンス。長いようであっという間な感じがしたんですけど、いよいよ最後ということで、何の芽が出てほしいかな。なんか正直お腹も今全然空いてないし、ま、飲み物も飲んでるし、正直携帯没収以外やったら何でもいいかな。じゃあ最後のサイコロチャンスいきます。ちょっと立とう。これはいきます。3ですね。3は何？ピンクのドリンクでーす。一緒なんよねはい、ただいまの時刻4時25分となりました。24時間生活最後まで残り1時間となりました。ようやくここまでたどり着きました。あと1時間を切ったということでですね、何をするかと言いましたら、特にすることはないんですよね。強いて言うならば、いちごの飲み物ってだいたいいちごオーレとかいちご豆乳とかこういうものが多くてですね、お腹を壊している、それが一つ大問題発生してますけれども、あと1時間耐えれば無事トイレにも長くこもれるということでですね、頑張っていきたいと思います。はい、ただいまの時刻5時28分ということで、24時間経ちました。一回休憩あったんですけれども、まあそれぶりぐらいにですね、地上に降り立ちます。じゃあ立ちます。じゃあ最後いっちゃいましょうか。あ、怖い。24時間ピンク生活お疲れー。ねー、早く。1、2、3